こんにちは。今日はね、ペーパークラフトをアニメにしたおしゃれで楽しい作品です。紙に絵を描いて切って動かすんだよね。そう、誰でも簡単にできるから家族で一緒に作れるよね。うん。アニメの後には作家さんとのインタビューもありますよ。それではどうぞ。
じゃーん。僕たちも早速作ってみました。楽しかったね。うん。型紙をダウンロードして縫って切って、こんなに楽しい街ができるんだね。うん。じゃあ作家の稲葉さんに聞いてみよう。どうぞ。ではパターン図についてなんですけども、はい、こちら誕生のきっかけ教えていただけますでしょうか。こちらはですね、私はもともとコマ撮りのアニメーションっていうのはやっていたんですけれども、本格的にちょっとアニメーション少し長めのものを作りたいなと思って、研究所ですね、都内にありますアニメーションの研究所に通って、1年そこで夜間なんですけど勉強もしながら制作をして、でその卒業制作という形になります。はい、こちらは本編が5分半あるので結構なボリュームと、あとは手間がすごく2倍にかかっている。最初にその動画を作ってからそれを出力してまた撮影してっていうようなことをしているので、結構大掛かりな作品になりました。キャラクターのストーリーやデザインとかこだわりはありますでしょうか。そうですね、私自身がイラストレーターをやっているもので、キャラクターはとにかく魅力的なものを作りたいなという、絵作りもパターンをやっぱり際立たせたかったので、それ以外のものはなるべく色を入れないでできるだけシンプルな形でパターンを際立たせて、ワニとゼブラっていうキャラクターに関してはあまり深い理由はないんですけど、私自身がすごくシマウマとワニって形もすごく好きで好きな動物なので、まあ、そこでちょっと戦わせたいなと思いました。ああ、なるほど。巻いたりペラペラしたりしながら動いているのが印象的だと思うんですけども、こちらもやっぱり今までのご経験が反映されているんですか。そうですね、やっぱりイラストレーションでもこういった紙を切り抜いて撮影をするっていう半立体作品っていうのをイラストレーションの仕事でもよくやっているんですけど、それがそのままアニメーションになった時にやっぱり紙なのでしなったりとか、紙の質感ペロッとなったりとか、あとはまあくしゃくしゃっと丸めたりとか、そういった、まあ、人形アニメーションとはまたちょっと違った感じのことができるといいなというのはありました。こちらメイキングパターンズという映像を、はい、流しながらお伺いしていきたいと思うんですけども、はい、まずですね、こちらシーン5の水拳ですね、これはラフになるんですか。最初のラフで、まず動きを、戦いのシーンがほぼもうメインなので、どのくらいの感じで関わるというか、どのくらいの間合いとかポーズで戦うのかっていう、動きがちゃんと整合性が取れてるかっていう、デジタルで、描いた絵をカタ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 とこう動かして、その動きの確認が取れてから初めて出力っていうのをしてるんですよね。デジタルで描いたものなので、まあ、一枚一枚こう貼り付けていって、プリントアウトをして、で、それを切り抜いているっていう形になってるんですよね。もう本当に似たポーズが多いので混乱してしまうので、はい、こういった、これは実際の人形、使ってる紙のペラペラの人形なんですけど、この裏にシーンと番号が書いてあるんですよね。で、撮影時に分からなくならないようにっていうのが、最初のラフの時点でも番号を振って動きの順番を確認している形になります。すごくたくさんシマウマもワニもいますけども、何体ぐらいあるんですか。はい、私もこれ数えたんですけど、はい、このシーンだけでワニとゼブラ合わせて50体ですね。50体、はい、この裏返った時とかに柄が変わるじゃないですか、ドット柄とか、はい、それはどういう風に作ってますか。これはもう完全に裏用の、最初のうちはプリントアウトするときに両面を作ってたんですけど、よく考えたら両面で作らなくても完全に裏向いてる時だったら裏しか見えないので裏用の人形っていうのがあるんですよね。なるほど。ただ中にはその体が折れた時にこう両面が映る、中面と、まあ、外面が映るものとかだと両方プリントアウトしてあって、まあ、両方見えるようにはなってるんですけど、うん、やっぱり水拳の映画見て参考にしたりする。そうですね、アニメーションなので動物ですし、本当に別にこうフィクションなのでどんな動きをしててもいいわけじゃないですか、うん、アニメーションだし自由だしっていうのがあるんですけど、
私としては割と本格的な格闘技が、うん、まあ、特にカンフーアクションとかが好きなので、カンフー映画とかをいっぱい見て、やっぱりジャッキー・チェンの動きだとかそういったものを、ジェット・リーとかですね、の動きを見て、こういう動きをしたらかっこいいだろうなっていうのを書いてやってますね。こちらもなんか棒などを使いながら少しずつ動かしながらやってるっていう感じなんですけど、はい、これは1秒間にどれぐらい撮影されてるんですか？1秒で15フレーム入るような形になってるんですけど、もちろんその止まってるシーンとかは同じものを繰り返したりとか、あとは単なるこの人形の移動だけっていうものもありますね。こうやって移動するだけっていうのもあるし、完全にポーズが変わった場合も完全に差し替えっていう形なので、まあこれがこうなるっていう感じですね、うんうん、人形を差し替えてやってるところと、単純にこれをこうくるくる回したりして撮影しているところ、なんかアクロバティックな動きがすごく印象的で ありがとうございます。動きはかなりこだわったので、うん、そう言っていただけると嬉しい。いや本当に面白かったです、見てて。短いものなんですけど、本編はもっと長いものという。本編はもっと長いですね。戦いのシーンがかなり多くなってるのと、全体的に今回の配信で出してるものは2分ぐらいにそれをギュッと縮めたものになってるんですけど、実は最後のシーンの方ほとんど入れてないので、機会があればぜひ本編を見ていただきたいなと思いますね、はいはい、実際の私の方でオンラインの配信とかをするのは多分来年以降になってしまうと思うんですよね。そうなんですね、はい、いろいろな国で上映されて、入選という形なので上映の権利が与えられるとか、上映がいろんな映画祭で上映を していただいてるんですけど、実は一度もそれを見れてなくてですね、やはりコロナ禍でこの作品が完成した時がちょうどやっぱりもう世界的にコロナが問題になってる時だったので、うん、映画祭に本当はもうすぐにでも海外に行って上映しているところを見たいんですけど、映画祭自体がもうオンラインに完全になってしまうものもあれば、台湾とかは上映ができたんですけど、私自身やっぱり行くことができなくて、残念ながら上映してた時の、まあ、お子さんとかの反応をすごく見たかったんですけど、まだそれはちょっと見れていない状態です。次がアゲハの子供たち。はい、こちら、初めて制作されたアニメーションということで、はい、こちらは作られたきっかけは、こちらは私がまだかなり昔の作品、2002年なんですけど、はい、初めてアニメーションを撮ってみようと思って、以前からやはりコマ撮りアニメーションっていうものが、まあ、チェコアニメとかそういったものの影響も受けていたので、ちょっと本当に試しに自分で描いた絵を動かして、で連続して再生したらカタカタカタって動いたのは本当に感動して、わあ自分の絵が動いたみたいな感動があったので、でそれを、ちょうどそういうことをちょっと遊び始めた時期に、フジゼロックスのアーティスト支援というのに私は入っていたので、そこの企画展があるというので、一応コンペ形式になってたので、企画書とか絵コンテとかを全部書いて提出をして、で、そこでじゃあ決まりましたっていうことになって初めて撮影したんですけど、もう本当に絵コンテだけで、あ、こういうの撮りますって言ってやらせていただいたんで。じゃあテーマ、ストーリーとしてはクローン。そうなんですよね。そのフジゼロックスの企画展のテーマがクローニングっていう、クローンですね、生き物とかのクローンを作っていくっていう、フジゼロックスさんがそのコピーとか複写っていうものをやってる企業さんなので、まあそういったテーマでやることになって、で生き物の複製っていうことですね。アゲハの子供たちっていうのは、アゲハが卵で産んだ子供ではなくて複製した子供たちなんですよね。本当にその時は遊び程度でやっていたので、他にもアニメーションを撮ってるんですけど、あまりこう例えば映画祭に出すとかどこかに発表するっていう目的よりは、本当に友達の誕生日プレゼントに作ってあげるとか、そういう本当にそういう感じのことをやってたので、あくまでもアニメーションは趣味っていう感じでやってまして、それをアニメーションの趣味じゃなくて、ちゃんと作家としてもう少ししっかりした作品を出したいなと思って始めたのが、そのパターンズのを作るきっかけになった
その研究所に通ってちゃんとアニメーションの勉強をしてっていうことにつながったんですけど。シティプランについてなんですけども、ボローニャの国際絵本原画展で入選された作品ということですが、この作品について、ご紹介していただけますか？こういった半立体というか紙を切り抜いて配置をしていく。で、それにこう奥行きを持たせて配置していくことで、まあ、空間が作れるという、とても面白いなと思って。で、それで街を作れないかなっていう。で、シティプランっていうのは都市計画ということですけれども、本当にこういったキャラクターや建物とかをたくさん作ることで、街のように自由に配置して作っていけると楽しいんじゃないかな。それまでペラペラだったものが切って折って置くっていうだけで空間になるんだっていう、そのシンプルでもう本当にすごく簡単なんだけれども、またそれに照明とかを当て方によってはすごく立体感が出てきたりとか、ドラマチックな演出ができるので、そういうところが面白いなと思って、そういった半立体作品を集めた個展をやったんですけど、その時に初めて作ったものがシティプランで、まあこういった本当に切り抜き、こういった切り抜き線をつけた絵を4枚と、あと、ちょっとわかる。切り抜き線のついた絵を4枚と、あとは、こういった作例ですね。作例というか実際に置いた絵を撮影したものを5枚セットで応募して、で、ボローニャの、決まりっていうのがその5枚セットで送ることになってるんですけど、その5枚をセットにして送ったら入選したということで、はい。アニメがね、ほとんど作ってくれて、僕は切ったぐらいなんですけど、こういう感じで。いいです、いいです。いいです、ありがとうございます。すごいいいです。本当に立体的で、ね、アニメね、頑張ったね。ちょっと僕、不器素敵用でなす。んで、ありがとうございます。アニメに任せたんですけど、僕は切っあ、た。いいですね。すごく奥行き本当もに、あるし。とても楽しかったです。こちら、実際海外でワークショップされたっていうことなんですけども、はそちい。らは、実際に反応とかは見られましたね。ですね。一度その国内でもワークショップやってるんですけど、シャルジャブックフェアという、ですね、ドバイの近くでやっているブックフェアなんですけど、まあ、ブックフェアっていうことで、本にちなんだものがいいなと思って、たくさん本をこう積み上げたところに、本をこう山のように積んで、そこに物を置いていく、オブジェをとか、こういったオブジェクトを置いていくっていうことをワークショップでやったんですね。なので、みんな好きな絵を描いて、車だとか、標識だとか、そういったものを描いて、どんどん本の間にこう、本の上とか、隙間とかにこう入れていくっていうような感じで、みんなで一つの街を作ろうっていう企画でした。参加できてこうやって自分も作品を作れるというのがとても稲葉さんご自身のホームページでダウンロードできるということです。とても思い切った試みだと思うんですけども、それを思いついたきっかけというのは何かありますか？やっぱり作品自体はその2016年のものなんですけど、昨年のコロナ禍で東京が緊急事態宣言に入った時に、何かこう、お子さんが家で遊べる。まあ遊べると言っても、完全に受動的な映画を見るとか、ゲームをする、あ、するとか、まあゲームは受動的でもないですけど、実際に手を動かして何かものを作るっていうことを楽しくやってもらえればいいなと。で、切って、まあ、切る作業、折ったりする作業と、あとはこう配置して色も塗ってっていう作業が出てくると、それでオリジナリティも出てくるし、すごく家で楽しく過ごしていただけるといいんじゃないかなというふうに思って、で、もう完全に無料のダウンロードにしたんですけれども。どういったつながりで海外に出ていこうというだったんですか？まあ、ボローニャ出してみるかっていうふうになって、で、まあ、ありがたいことに入選したっていうのもあって、そこからやっぱり海外の方から呼ばれたりすることが、シャルジャのブックフェアに呼ばれたのも多分それが関係してるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりもう簡単に言うと縁があるみたいで、自分が出してる作品がいいねって言ってくれたり、取り上げてくれたりする方が海外の方が多かったっていう感じですね。アニメーションに関しても映画祭は日本でも出してるんですけど、応募はしてるんですけど、なかなか思うようにいかず、
まあ、海外の方が反応がやっぱりいいみたいなので。もうこれからもご活動されていくのはアニメーションになるんですか？それともイラスト？両方両方。やっていけたらいいなとは思っていますね。アニメーションをするにしても何にしても、自分の基本にあるのは絵を描くのが好きっていうことがあるので、それは多分外さないだろうし、イラストレーションが、まあ、また動きを持って、なんて言うんでしょうね。イラストレーションを描いて、絵を描いて、それがまたこう動きを持ったり、まあ、ちょっと立体感を持たせたりとかいう、基本はやっぱり絵を描くっていうことで、それがどんどん広がっていく感じですかね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありじがゃあとうごこざいれ、ました。こっちの方がいいのかな？じゃかわいい。あ。これも使ったのでね。はい。ありがとうございます。はありがとうございい。ました。では、失礼します。ありがとうございます。稲葉さん、ありがとうございました。先ほどご紹介したシティプランは、画面下の URL からダウンロードできますよ。稲葉さんの動画やイラストは画面下の URL からも見られますよ。次はどんな作品かな？楽しみ。チャンネル登録もよろしくお願いします。